1906年、アラスカ州、フラックスマン島におけるミケルセン。アイナー・ミケルセンは、デンマークの北極探検家、作家。グリーンランドの探検で知られる。デンマークのフェスター・ブレナースレウで生まれる。ゲオルク・カール・アンドルップのクリスチャン旧世島、東グリーンランドへの探検、ゼム・リャ・フランツァ・ヨシファへのボールド・ウィン・ツィグラー、北極、探検に同行した。 アーネストでコーベンレフィングウェルと共に、1906から7年にかけて、英国系アメリカ人によるアラスカ州フラックスマン島での越冬局地探検を組織した。彼らは船を失ったが、沖合65マイルにある北極海の大陸方を横断するソリの旅を行い、そこから2マイルで海の深さは50メートルから690メートル以上に増加した。 グリーンランドの北東海岸の地図作成のために探検を計画し、ルドビク・ミュリウス・エリクセンの遺体を回収し、ホエグ・ハーゲン・チューイラと1909年から1910年にかけて東グリーンランドのシャノン島で越冬した。探検の間、彼らの木造船アラバマはシャノン島の氷の中に閉じ込められ、残りのメンバーは捕鯨船で帰国した。ギシーベルセンが残り、 ミケルセンは失った記録を回復し、ピアリー海峡の存在を反証する危険なソリの旅に成功した。二人は乗組員を見つけるためシャノン島に戻り、木材を引き上げ、板張りの小さなコテージを建てた。二人は救出される前の二島をそこで過ごし、1912年夏にノルウェーの捕鯨船によって生産な死死の状態で救助された。 いわゆるアラバマコテージは無傷で残り2010年9月にデンマーク海軍検査船アイナーミケルセンに撮影されている。1924年イトコルトルミットに到着し街を開いた。1934年北極圏の探検とグリーンランドの先住民居住地に関する研究に対してイギリスの王立地理学会から金メダルを贈られた。 1971年、デンマーク、コペンハーゲンで死去。2009年、デンマーク海軍は、クヌートラスムス戦級小会艦の2号艦に、HDMS アイナーミケルセンと名付けた。ありがとうございます。